どうも皆さんこんにちは、マハクです。ゴーストランナー続きをプレイしていきます。さあ行こう。テンポよく、テンポよく。お、あ、ここは乗れるんだ。まあ、乗れたところで行けないよなこれ。あ、行けるわ。あははは、すげえな。逆に、なんで、はいはいはい、なるほどね。はい、破壊します。んで、あー危ない、バッカ野郎。あー撃たれて死んじゃうの。はい、あれ、ここどこ。あ、そういうことか。んで、はい、ここも破壊します。んで、持って、おい、そこやってからの、そこ OK。ミスター、危ない。大丈夫か。はい、よいしょ。ここが地味に難しいな。あ、いけたわ。クリアかな。49回。はい、すげえ血まみれなんだけど。おお、エイリアンが走ってったぞ。シークレッツ、これ刀だね。おお、アンチェインド。ぶっちゃけあんまりわからんな。うん、まあ、ちょっと色がついたぐらいか。これは先にそっちか。うん、だね。んで、あれを打って、2箇所か。見てなかったわ全然。なんか急に BGM がなくなったんだけど。ってことはそっちとそっち先打って、うわっ、タイミング。待ってよ、でも距離的には多分こっちの方が遠い。え、待って、3つあるな。はい、そっち行ってそっち行って、早く、よし。うわー、このタイミング、これ難しいな。どうしたもんか。まあ、あれが確実に一番近いくて、でこっちがやっぱ一番遠いね。でこれか。だから1、2、3の順番ってのはもう分かったけど、
どのタイミングだ。この辺か。あ、待って、でも止まってなかった今。あ、違うわこれ、あれか、こっちに。ちょっと待って、よし。だからはい、こうだよ。なんだあのエリア。なんもないか。これ滑り込めるんじゃない？無理か。なんかいるよ。まあ多分これで開いたとは。あ、開いてるね。開いたけども、もうなんかすごいあれだね、なんかアウトラスト感がある最後の方の。こっちか。あっ、うわ、危ねえ。急に BGM が。なんで？あん、ほい、よいしょ。こっちかな。おお、これ絶対爆発するやつだね。ああ、死んじゃった。やば、ここで神風出てくるか。やべえな。息が荒すぎる。それだったらまだ神風みたいに叫んでくれた方がいいけどな。うわー、気持ち悪い。待って、ちょっとガッと危ねえ。壁に張り付いてんのやべえよな、あれ。リッカーかよ。あー、爆発。え、待って、そっちの壁にも張り付くの。これある程度近づかんと爆発しないのか。うーん、近づきすぎだね、やっぱり。ここでサージ使うのなんかもったいない気がするよ。っ、気持ち悪いな。はい、OK。あー、近すぎた。吹き飛んだ。はい。あー、待って。なんで？よいしょ。あー、待って、普通におった。ちょっと待てよ。うんはうんは。ふうはふうは。こっちはやばい。わあ、危ねえ。ほい。あー、待って、飛び越えれてねえ。普通に死んでる。いいね。
あと一匹。うん、ハンハ。ほい。よっしゃ、オッケー。セーブ入ってほしいよ。入ってた？わかんない。まだいんのかよ。うん、ハンハ。オッケー。うん、ハンハ入ってる。こいつ、いいね。電気で死ぬ。これうまいこと使っていけそうだね。よし。ああ、そこにいる。はい。はあ。これは気持ち悪い、だいぶ。待って、こっち行けないところだ。行けないところ。ああ。今のは普通に死ぬわな。まあ、先にこの2匹は片付けるとして、あー、ミスった。はい、行きなさい。ほい、オッケー。2匹で、そこに2匹また来る。3匹か。お、やったね。3匹消し飛んだ。でもあそこに控えてんもんな。気持ち悪いな。どう来る？そっちから来る。そこ巻き込まれろよ。オッケー。なんか知らんけど消したんだ。はい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 、こっちですよ。いやー、ちょっと待って、ミスった。ダッシュできなかった、最初から。早く来いよ。あ、近い。あ、うわー、ちょっと怖っ。やっこいよ、この野郎。よいしょ、はい、ピキ。あー、待って、バーカー。この息遣いどうにかなんねんのか。オッケー、さあ来い。はい、オッケー。ここは余裕だね。はい。んで、ここだ。消えてくれ！ちょっと待って！怖い！あ、やった！やった！よし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 。怖っ！マジで怖えわ。あ、待って、なんか嫌な、ハンハン声がする。ちょっとそっちに送るのか。こいつやったらすぐ帰ろう、帰ろうというか、うん、引こう、引きます。あ、いいんじゃない、消し飛んだ、多分消し飛んだね。よしよしよし、もう力入るわ。あ、目の前になんか、あ、あれは普通のやつか。ほい。あ、待って、うん、はんはん聞こえる。はい、
よっしゃ、先に神風やろう。うら、どっから湧いてくる。ねねね、あ、撃たれた。まさか流れ弾に当たって倒せちゃう感じ。まさかの。はいはい、さようなら。オッケーです。あー、見えます。ああ、爆発する法則がいまいちわからないんだよな。勝手に爆発するもんね。なんか一定時間で爆発するのか、ある程度距離近づいたら爆発するのかっていう差がいまいちわからないんだよな。やば、こいつ早い。ちょっと測ってみよう。今のは奇跡的にタイミングは良かったけど。さあ、ウンハンハ、仲良く。ここに関しては多分ここのエリア外に出たら爆発すんのか。まだいるんだけど。うん、多分一定時間でも、さっきは一定時間で爆発しなかったもんな。やばい、うん、よくわからんね。それだったらもう逃げまくったらいいだけだもんな。うん、まあ、ここに関してはこの辺で爆発するんだろうな、勝手に。知らんけど。嘘だろ、それは無理だわ。やった来たぜ。ほい、さあで、これまた回収するやつか。ニコ、ゴーストランナーの域を超えた。Identical? No. Some of you had unique abilities. Some had experimental features. OK. これでとりあえず扉は開きますと。What were my unique abilities? You didn't have any, I'm afraid. Who would have thought you were the one destined to become so very special? これ絶対壁走っ、あ、そうか、ここはそうだね、壁走りできなかったんだね。いや、ここに関してはできないのか。6個Who were we? We've been through that already. You were peacekeepers.Peacekeeper. No, before that, before the implants. There was no before. You weren't born. You were engineered from a single cell up. You don't have implants. You are your implants. Hmm. どうやっていくんだ？ここ壁走りか、やっぱり。壁走りできないよな。うん。あ、死んじゃった。フックできる場所も特に、いや、この下か。うん、そうだね、上から来たもんね。
あと1個は。え？戻ってきた？え、でもこっちは戻ってるもんね。あと1個はどこですかね。これはなんかあんのかな、法則というか。あ、下があったわ。これで、開くはず、なので、あははは、なるほどね。これはちょっと迷うね。え、ちょっと待って。いや、でもこれでいけるはず。あー、いけたいけた。オッケーオッケー。こっちか。What's the technique? You remember the Atma chip the girl used? こわ。Brain interfaces. Yes. There's a way to exploit them.Send a control signal deep into the neural cortex. You learned how to have people. もう出れる。おー、待って。罠だ。全部で5個。こっちから行ってみようか。あと3つ。Try to use this exploit? No, she won't. She doesn't even know it exists. Ironic, considering the way she defeated you. I guess we both kept our little secrets. なるほど。あと2つ。もう一回こっち行ってみようか。待って。これも結構ヒントになるのかな。なるほど。多分この4つのところに入ったら4つのところに出てくるっていう感じか。4つ。これ3つだから。3つだからあそこから出るってこと。なるほど、なるほど。で、そっちじゃない。向こう2個のところに行きたいってなるとそこか。多分ここ行けばコアがある。あー、なるほど。理解が遅かった。で、最後1個。1個の場所があるから、1個の場所、1個の入り口、1個はどこだ？これに、あ、上。ちょっと待ってよ。ってなると、あれはどうすればいいんだ？一回こっち戻って、そもそも上だもんな、あれ。お、3つ5つ5、あそこか。そこ行っても仕方ないもんな。とりあえず2の場所に行ってみようか。4は上、3は下。まあ、とりあえずちょっとこっち行ってみよう。スーパー迷子です、これは。うん、こっちはダメだね、やっぱり。ってなると、こっちに行って、行ったところでだね。あ、まあまあ、下に降りて、
2個のところ2個のところ来ました。あ、スイッチがあったわ。スイッチを押しました。あー待って、あれ足場が変わってる。それでいけんのか。3つのところなので、あ、そうだ、1回4のところに行ってんで、なるほどなるほど、オッケー、回収んで、上から落ちるから、はい、戻ります。向こうが強盗さんだったかな。うん、そうだね。だから、4。あ、ちょっと待って。もう2に入ったらどこに出るかとかはさすがにちょっと覚えてないな。覚えてないというか、2から出た時に何があるかっていうのが。これちょっと無限ループになっちゃってるね。3のところに行きたいんです。あ、待って、3だったらこれ普通に、バカ野郎でした。これでやっと、うん、出れるね。よし、オッケーです。あ、まだか。お、待って、オーバーロード、なんだこれは。 Q を押してオーバーロードを狙う。あ、なるほど、ハッキングね。脳の敵を攻撃させるという。だから強いやつを、うん、ハッキングすれば、これはいいね。だから盾持ちのやつとかハッキングできたら最強だね。攻撃受けないし。出れるね。ってなると、これもうオーバーロードもうバッチバチに取るしかないね。モジュールは完全オーバーロードと思ったけど1個しかない。さすがにこれは結構チートレベルのスキルだもんね。オーバーロード、そうだね。それじゃあ、そうだな。まあ、この辺がっつりつけとくか。これはここでしょ。んで、こうで、こうで、こうか。一マスだけ開いちゃうのちょっと気になるね。まあ、いっか。入るとしたらこれか。
うん、これでいいか。まあそうですね、まあ今回はキリがないのでここで終わりますかね。はい、次回もご視聴よろしくお願いいたします。それではさよなら。